白土翔太釜です。林です。久保釜です。今回は上の杯の部分をこれで作っていきたいと思います。今回の特徴としてはもう自立線形で、そうですね、作ろうということで、自立しないって言ったら第二の素材とこうなるってことですね。そう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 、絶対もうカタンってカタンってなるやつ、こぼれるやつで、はい、はい、では制作の方こちらです。はい、終わりました。お疲れ様です。お疲れ様です。今回はその大杯の本当にもう一番大事な部分の杯を作りました。はい、こちら、はい、おお、持てますか。はいはいはい、じゃあこちらですね。話次の動画をお楽しみにお待ちください。ありがとうございました。ありがとうございました。